おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。人間がこう対の対極の世界を2つ持ってて、それを行き来してますよ。夫婦、例えばね、夫婦だとこう夫婦の関係って、まあ、いいなと思う時もあるんだけど、たまにもう一人になりたいよっていう時もあって、あえてこう喧嘩したりして、こうこっち一人の世界行ったりね、でまた、はい、頭冷やしてまた戻ってくる、うん、この行き来がいいんじゃないのって話なんだよね、はい。で、他のこれ他にもいろいろあるよね、こういうのって。はい、どうだろう、会社とかもそうですか。そうだね、例えば仕事とプライベートみたいな話だよね、はい。まあ働く休みでもいいんだけど、はい、そうすると頑張るってことはどういうこと。もう仕事の方に振り切るというか、振り切ってここでずっととどまってるんだよ、はい。でそうすると、まあ、振り子じゃないんだけど、位置エネルギーっていうのが溜まってくるんで、はい、ある一気にドーンといくんだよね、はい。それでまあもう、うん、場合によっちゃ死んじゃうこともあるんだ、うんうん、はい。でそれよりもこうあえてこうブラ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 さしとく、はい、意義をこう常にできるようにする、うん、っていう風が長持ちするし、うん、バランス取れる、はい。他に何かある？いろいろあるんだこれね。例えばさ、町と自然とかね、はあ、はい。ずっと町にいるとのなんかこう偏ってくるんで、うん、たまにこう旅行にこう自然の方行きたくなる、はい。でやっぱ何がいいかっつうと、よく都会がいいよみたいな話なんだけど、うん、まあ、一番いいのは多分ね、これブラブラ行き来できる、はい。でバランス取れる、はい、うん。あとやっぱ、現実の世界と夢の世界とかね、はい、うん、うん。まあだって対極、夜とさ昼とかあるんだからさ、はい、これは自然に、うん。でね、例えば夢見る、夢ってあれドリーム、ドリームっていうか、こう欲しいとかそういう夢ね、はい。夢の場合どういうメカニズムだと思う？現実にはないとかそういう感じですか？そうそう、結局ね、夢を見るってことは、夢見るってどういうことかっていうと、偏りがあるから見るんだよね。あ、はい。私の知り合い、知り合いじゃない、ちょっとまあこの間自転車で世界一周した、8年間かけて世界一周したっていう人がいて、はい。なぜそんなことに憧れるかっていうと、5年間の会社生活があったんでね、はい、うん。でやっぱほどドーンとこっち行くわけだ、はい、うんうん。僕もね、やっぱ受験勉強したんで、大学行くので、はい、3年間ぐらい勉強したんで、はい、やっぱね、それで、ね、やっぱ夢どういう夢かっていうと、やっぱ自由になりたいな、で、はい、アメリカでこう自転車でこう旅行したいなって、やっぱ大学1年の時やったね、その反動だよね、うん、こう、はい。やっぱね、こう偏りがあるとそう夢って見るんだよね、はい。でいざそっち行ってみると、大変と言ったら変ですけど、うん、見えてなかった現実がいろいろ見えてきて、ね、で、はい、またこっち戻りたくなる、ね、はい。夢なんてね、そんなもんだよ、ね、はい。ということは、はい、なんか夢とかほの大きな欲望があるってことは、ブラブラがほのなんていうか偏ってる、あ、はい、うん、こう一個とどまってブラブラできない状態っていう、ね、はい、うん、いう話でもあるのかな、うん。だからね、そんなにね、夢って、夢叶えることってさ大事じゃないのかもしれない、うん。それよりもね、バランスとってこの中でほんと気持ちよく生きてた方がいいのかな、はい、うん。極端にこう振り切ってこういくよりね、はい、いう話ですけれども、うん、他に話す、まあいいや、こんなところで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。